とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はデイリークエストをやっていきます。3がね、結構あるのよ。うん、こことか、ここも3だし、一番最初のところも3があったりして、結構いい感じです。ゴリッと行きましょう。終わりかな。よし。あ、まだか。結構ようわからんのよね。よし、今度こそおしまいです。まだか、長えな。こんな長かった。まあ、とりあえず、旗はね、全部取ってます。6個全部ゲットしましたね。さあ、報酬なんでしょうか。それでは見てみましょうか。なんだ。あ、まあまあまあ、最初は愛のメダル、次は6個取ってるからね。ハイランドアックス、武器はもういらないんだよ。次行こう。あれ、ここいつの間にか終わった。なんか昔は難しかった気したんだけどね、めちゃくちゃ簡単に終わったね。で、キャプテンは2体しかいませんでした。うん、全部回ってきたんだけども、2体か。まあまあいいや。とりあえずクリアです。では見てみましょう。なんだ。骨のコンボ254。まあまあ悪くはないんだよね。さあ、次なんだ。ひどい、ひどいね。はい、次行こう。3周目、おお、ここで出た、ここで出ましたね。まあでも、キャプテンも、6体倒してるので、結構期待できると思います。いくよ。最初がアーティファクトだったっけ？なんだっけ？アーティファクトだね。で、次、冬の指先、いてつくか。武器ばっかり出るな、なんか。まあ、とりあえず、次、ラストいきます。ラストはちょっと厳しいかもしんないね。重力と帯電です。いけるかな？まあ、とりあえず行ってみよう。意外と簡単だったね。意外といけた。で、キャプテンが、3体。まあまあ、多い方だよね。こう、1、2体しかいないのに、今回3体、いました。全部脅威だったね。神秘はなかったんで、特に変更点もなく、さっとクリアすることができました。頼む！なんか出てきてくれ！では、見てみましょう。最初が、なんだ？反逆者255。次、星なき夜がいいかな。何が来てくれる？反逆者、まあ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 、257だし悪くはないよ。エンチャント次第っていうところですね。見てみましょう。どこら辺から、この辺からか。ハイランドアックス、まあ威力はすごいよね。100万超えるんで威力はすごいけども、使うかって言ったら使わないよね。で、次、骨。骨のコンボ。こっちか。いやー、エンチャント全然良くないぞ。こっち側は？こっちもちょっと微妙だな。で、パープルストームも出ました。あー、クールダウンショットついてない。凍てつく金属片。ああ、まあ、輝き、虚無はついて、いやこの攻撃スピードに虚無はいまいちか。で、横。指先。バーストボーストリングはあるけど、クールダウンショットがないか。使うことはないかな。で、反逆者。クールダウンがない。こっち。あー、こっちもクールダウンがない。ということで、ちょっと使いにくいっすね。は
い、ほとんど、古代狩りのお供え物にさせてもらいます。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。